今回は、借金が親にバレてキレられてしまった、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニート Y34 歳。借金が両親にバレてブチギレられる。仕事をバックレてから一人暮らしを辞めて、実家に逃げ帰ったんだけどさ。ニートなだけじゃなくて、借金まであるって親にバレて、今かなりヤバい状況になってる。ニートなのに借金もあるのかよ。そりゃ両親も怒って当然。どうやって作った借金？年齢的にニートってよりほぼ無職やん。仕事を辞める直前にストレスで競馬とかパチとかあれこれに手を出してた。それで借金したことがあってさ。ちょっとずつ返してたけど無職のままやし返しきれなくなった。で、その催促が来て親にバレた。実家に転がり込んだタイミングでちゃんと打ち明けておくべきだったな。ストレスとかなんとか書いても言い訳になってないし。なんで掛け事なんてやるんだよ。あんなの金が湯水のようになくなるだけやん。早く会社を辞めたくて金を増やせば辞めれると思ったら逆だった。どんどん借金が膨らんで、余計に嫌になって最後は仕事を辞めてそのままニート。もう働く気もしないのに親にドン引きされて困ってる。積んでるよな。間違いなく積んでる。親の出方を伺うんじゃなくて自分から謝った方がよくね。働く気もなくて借金抱えたニートなんて親も受け入れたくないやろ。言った方がいいとは思ったけど追い出されると困るから言えなかった。退職金やら、昔買ったものを少しずつ売って返済に当ててたけど、もう返せなくなった。こんな早く督促が来るとは思わなかったにゃ。はい、言い訳、言い訳。親にそう言ったのか？そりゃ怒られるわ。親には言い訳する機会すら与えられてない。めちゃくちゃ怒られて、何も言わせてもらってない。とにかくどうしようもなくて部屋に戻ってきた。両親が喧嘩してる声が聞こえてくる。これからエッチをどうするかの喧嘩かな。追い出し方を検討してんじゃねえの。こんな子供嫌だな。子育て失敗するとこうなるの？最悪やん。まあ昔から出来損ないだったし、親もそこまで優秀じゃないからしゃあない。それでも大学出て就職できて親はめっちゃ喜んでたが、このざまだ。もう一度就活して働く気にはなれん。一度働けたんだからもう一度働けるだろ。借金いくらくらいあるんやろ？数百万。働いてたら返せるかもだけど今は無理。親が肩代わりしてくれんやろうな。一緒に住んでたら親も取り立てられるし、さっさと出て行った方がいいと思う。出て行く場所も金もない。自己破産してナマコかな。バイトでも日雇いでもして返せよ。会社辞めたまではちょっとかわいそうだけど、借金はエッチが悪いから同情の余地なし。甘ったれたこと言ってんじゃねえよ。親に甘えるな、働け。もう家を出て行くしかないやん。親がどうこう言う前に出てけ。追い出されるかもしれんと思ってるけど自分から出て行く勇気はない。働くのはマジで嫌だ。どの道いつか親は丸んで働くことになるんだがな。帰る家があるやつはいいよな。Y の親はもう丸んで一人で生きていくしかないんや。悲しい。親孝行しなきゃいけない年齢になって何してんだよ。本当にな。それは Y も思ってる。でも借金したのは水が差したんや。今はもちろん掛け事はしてないし。当たり前やろ。まずは土下座して謝れ。それから借金分はちゃんと働くべき。だよな。これからニートするにしても借金返してからにしろよ。そこまで固くなに働かない理由は？疲れた。いくら頑張って働いても安月給だしメンタルやむだけだった。一致より親のメンタルが心配。親も結構な年だろうし数百万の借金は絶望しかないよな。家にそのまま住みたいならちゃんとコツコツ働いて返すしかないと思うわ。自己破産って実家にいたらできないんだっけ？無理やろ、出て行って自己破産するしかない。そうやって逃げるのかよ。逃げ癖がついてるんだろうな。家を出て行って自己破産してから両親に受け入れてもらえると思うなよ。じゃあどうしたらええんや。もう働けると思えんし、辛い。一子より積んでるやつもいるんだぞ。まだ若いし今が再起のチャンスなのにな。家に住ませてもらえるだけでも家賃が浮いてラッキーなんやぞ。丸抜きで職探しして働け。日雇いでも少しずつ返せるのに働かないのは甘え。自分で作った借金なのに何言ってんのこいつ。ちょっと鬱っぽくなってるのかな。だとしても借金を返さなくていいわけじゃない。やっぱり追い出すとか言ってるっぽい。積んでるな。残党。むしろなんで追い出されないと思ったんだよ。真面目に働くしかなさそうだな。過払い請求とかダメなんか。そこまで払ってないなら過払いもクソもないだろ。こうして人生終わっていくんやな。ロープ買ってきてリセットしてもええんやで。それも考えたけど怖い。結局、何もできない。資金で草。さっさと謝ってこいって、追い出される結果は変わらんだろうし。ニートが借金。これからの日本が不安になるわ。イッチみたいなの結構いそうだもんな。ニートで借金は冗談きついわ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、ニートの現実がイメージと違いすぎて絶望。なんやこれ。思ってたのと違う。Y が欲しかったのはこんな今じゃない。昔 Y、ニートになったらゲームし放題やろな。今 Y。素質ないよ。同じやついる？
想像と違うよな。この先の人生は負け組確定やし、親はいずれ丸には愛は孤独丸。それは両親がニートの邪魔してるんや。しばらく予定も立てずに過ごしてみ。それだけエッチが正常ってことや。ニート続けられるのも才能や。何も考えずに過ごせよ。無の境地や。そんなん無理や。わい常に孤独を紛らわせるために脳内会話するレベルで脳動いてる。何歳なんや ?24 高卒。6年間はバイトしたりフラフラしたりって感じか。いつの間にか時間過ぎてるやつやな。最初だけだな気楽なのは。どんどん焦りと不安が出てくる。将来が不安でゲームに集中できん。電源つけてもゲーム起動できん。わいやん。ニートやったらやったで周りの目気にしてストレス溜まるタイプやから素質ないで。とっとと働いた方が楽。才能ないよ。生きろ。ニートの平日より社会人の休日の方が楽しいという。社畜の休日はほんまに休むだけやん。いざなってみると違うんやね。最初はみんなそんなもんや。時期になれる。やることやってからやるゲーム最高に楽しい。高校中退した時は、とりあえずオンラインゲームして現実逃避してた。ワイも割と怠け者の部類だと思うけど、3ヶ月ももたんかったわ。アラサーに片足突っ込んで将来に不安を抱えながらゲームなんてそやできんわ。ニート最高とか言ってるやつは金持ちなんやろな。エリートニート。やるべきことをやってない罪悪感あるよな。別にやらなきゃいけないことなんてないはずなのに。怖い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 。結構辛いからな。楽しいのは最初だけ。Y には7ヶ月が限界あった。レールの上走ってる方が楽や。オンラインゲームとかでもすぐに友達作れる人ほんまにすごいって昔から思ってるわ。不安なら働けよ。ろくな求人ない。一度レールから外れたら人生終わるんやなって。高卒ニートが高望みすんなよ。ゴミみたいな環境でも働くしかねえんだよ。16万円年給90。ええんか。働かないよりはマシだろ。働きながらもっといい職場探すなりしろよ。不安だけど好条件じゃないと働きたくないってバカじゃねえの。まあニートで働けなくても最終的に生ポもらえばええしな。気軽に行けや。ニート続けるのも才能だよな。普通どっかで働かなきゃってなる。才能っていうか性格。ワイは1年遅れで大学受験したけど、大抵のニートはそんな逆転できないんやろうな。年齢的に。浪人してる間は自分はニートだという自覚を持って過ごしてたな。大学中も自分は周りのほとんどのやつより一個上の年上なんやからしっかりせな思ってたわ。おかげで大学のレベルからしたらまあまあのところ入れた。君もそんな感じか。Y は前の会社辞めて1ヶ月ニートしてたけど、将来のこと考えたら不安になってすぐに就職活動して今はちゃんと働いてるわ。絵の才能もない、音楽の才能もない、ゲームの才能もない、ニートの才能もない。Y には何が残るんや。資格ないなら介護、土木、飲食しかないやろ。今時工場とかでも経験者優遇やしな。ワイニートやけど今年公務員受験して合格通知もらったで。普通にニートしてて時間たくさんあったからよかったよ。金なきゃニートしてても意味ないやろ。こういうやつおるけど意味わからん。精神科行けば不安なくなるのに。これは精神科やつ。薬のおかげで3年ニートやれてるぞ。薬次第なのかね。こういう薄れ見るとは言って才能あったんやなって思うわ。まあそんなもんいらんのやけど。何年目何歳や？一回自信喪失したらほんまに復帰は難しいで。そら働いとればとりあえず社会的欲求も満たされる。ちょっと仕事で良いことあれば承認欲求も満たされる。この二つの欲求を仕事なしで満たすのは結構難しいからな。社会的欲求満たされないとマジで来るわ。ニートになる理由にもよるで。Y は朝起きるの苦手だから働くの厳しいわ。ニートになるやつって結局自分の責任から逃避してきた結果なんだよ。自分から責任を逃れて楽な方に流されていく。流された結果最終的に何も活動できなくなる悪循環に陥る。一致がやることはまず社会的責任についてしっかり自覚することや。精神的な意味で仕事なくても生きていける人って限られてると思うわ。ニートもうんげそしゃげハマるやつはそこで自分の仕事をこなして精神保ってるんだろうし。世間から取り残された感がすごいんよ。普通に働いているだけのリーマンが輝いて見えた。一応、時間あるなら公務員おすすめやで。1年ニートしてたけど採用もらえたし、時間あるならしっかり勉強すれば受かるやで。いざ働き出したらやっぱ無理やわってなるかもしれんぞ。そうやってニートに最適化していけ。同い年やけどはいくらいニート期間が長いと勝ち組負け組にこだわらなくなるんだよな。勝ち組に近づきたかったら今からはよ働け。親との関係によるぞ。ワイは1年ニートやったが親と仲良かった。20代高卒ならやる気さえあれば採用してくれる栄養職もあるで。一般逆転したいならおすすめ。ニートも社会人生活も楽しめん人間って生きること自体に向いてないよな。35歳まで職歴なしニートとか本当におるん？ビットコイン1円しない時に買ったやつとかならワンチャン。
ニートの適正な言ってむしろ良いことやん。Y は小丸年金もらいながらニートしてるわ。とっとと介護に就職しろっつってんだろうが。セルトラリン飲み始めて2ヶ月ちょっとやけど飲むたび心臓バクバクして頭もぼーっとして怖いわ。医者もネットも最初はそうでも飲み続けることで効果が現れるって書いてるの信じて飲み続けるけどすごい怖い。とりあえず履歴書書いてバイトの面接行け。ニートして何も感じないならエリートニート、いいこととは思わないけど。ニートを続けるなら素質がいるぞ。ニートしてても良いけど親からの目と爪がひどくなるだろ大体は。そこで親が甘やかすか厳しくなるかが境目やと思う。そこで厳しくしてももう遅いやろな。もう親じゃ動かんやろ。違うきっかけが必要。退職したら積んだゲーム消化して昔買った DD 見て。退職後どうしてこうなった。生ポでええやん。それも一つの生き方やで。適職診断はアーティストなんやがどうなん。社会不適合のレッテル。高校中退してニートになったけど耐えられなくて2年後に公認取って大学行ったわ。年間休日が120あって仕事ある正社員が一番の勝ち組なんやなって。働きたくないけど働いてる方が何も考えなく良い。誰か仕事紹介して。何ができるの。紹介できないくせに講釈垂れるなしね。素質ないからさっさと働こう。まだ若いしサクッと働けよ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ワイニートあかん、暑くて死にそうや、さすがにクーラーつけるで、ビッマッマ、シュバババ、マッマゴラー、何ニートの分際でクーラーつけとるんじゃー、ワイ。なんやねんこいつ。お前がなんやねん。ニートエアコンつけるでピ、マッマなんやねんこいつ。ニートならしゃあない。ワイはもう10年くらい扇風機のみで我慢しとるで。ニートなのに電気使ってんなよ。うちはにしろ。部屋狭いし18万の PC 買ったから余計にヤバいわ。冬は暖房代わりになった PC がほんまヤバい。一発ぶん殴れば以降は従順になるぞババアは。ワイがこれやわ。罪悪感で丸にそう。最低やな。一番きついのがションベンバケツがえげつないほど臭くなるってことやわ。ほんまに臭い。蓋取ると5分くらい部屋の中えぐい匂いでいっぱいになる。なんでトイレに行かないの。部屋出ると誰かと会う可能性あるやん。クーラーも起動すると部音みたいな音出るの周り出して気づかれるから、あんまつけたくないんやけどな。しかも尿溜めてないションベンバケツから臭い匂いがするからな。基本的に溜まってて夏やと2時間くらいかな。放置すると匂い出てくるんやけど何年も使ってるのが染みついてついに何もなしでも出してきよったわ。ニートやが土日くらい許してくれんか。休みやろ。いい PC 買おうと思ってる人は自分の部屋のサイズと相談した方がええよ。ほんまに気持ち悪いくらい部屋の温度上がるし。水でもかぶってろ。衛生観念が欠如しとるニートは社会復帰の可能性ゼロやろな。そもそもパソコン買う金がどこから出てくるのかが不思議。家族とすら顔合わせられない引きこもりでネット番長かよ。とりあえず、臭そう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ガチでニート歴20年目突破した。丸んだ方がいい。ちなみにガチだ。もうなんかネットでも虚勢張るのやめようかなと。今20年目にして初めて嘘つくやめようかと思った。正直誰か助けてほしい。俺を救ってほしい。初めて書く。暇だ。仕事したい。でも無理なんだ。ちなみに14歳から36歳の今までニート。バイト1日経験どころか内職経験すらなし。35歳超えたらニートやなくてただの無職やぞ。そうかもな。俺の本能もなんか、そういうの察知したっぽい。涙が止まらねえ。親有能だな。有能ではないが、金持ちだな。アパートくれたから生活は困らねえ。デバッグのバイトとかしてみれば。引きこもりのくせにネットも野球もアニメも詳しくないんだぜ俺。すげえよほんと。何してたんだろうな。ブログすら作れない俺にデバッグとか無理ゲー。マジレスすると無理やろ。親戚関係とか人捨てにで職歴つけさせてもらえん限りは。親無能だからそれをしてくれない。マジで丸んでほしい。親の方がお前に丸んでほしいと思ってるぞ。なんや金の心配ないロイヤルニートかいな。羨ましいな。アパートくれるって言っても、俺に家賃収入くれたんとちゃうからね。アパートしかくれてないから、ただ住むとこあるだけの話。まあ食費とかももらってるが、社会人として生きれないだから。同世代はすでに親になってるけどな。ウッパグッパーマジ聞いた。今は引きこもってもボロクソ言われたり無理やり引っ張り出されたりいう時代じゃないのがあかんね。5年後の自分と会話しろ。それが答えだ。多分同じことしてると思った。だから今日決意して立てた。知り合いで37歳中卒職歴なしと33歳中卒職歴なしの人いるけど、アルバイトして貯まった金で海外放浪したり小説書いたりしてて普通に楽しそうだよ。彼女も友人もいるみたいだし。そういうおっさんおるよな。こっちも何ヶ月か働いて物価が安い国に旅行に行って豪遊してるおっさんおったわ。働く必要あるか。衣食住確保できてるんやからええやないか。でもこういう人が今後どうやって生きていくのかすごく興味あるわ。
親が丸んだらホームレスなんかな。簿記に給取れば考えてやる。暇なんだろ、2月の受けろ。簿記が何かもわからん。漢字は読めるが試験も受け方がわかんない。書店で買うくらいできるだろ。一から勉強するのもゲームするのも一緒だぞ。面白いと無理やり感じればいい。この年になると新しいゲーム買ってもやらないんだぜ、マジで。丸ぬのは嫌だ、けど生きるのは辛い。でもリスクは取りたくない。一生ニートでいるのがええと思うで。ニートやってると脳が退化するってよく聞くけどマジなんだな。同じ人間とは思えん。こういうニートを食いもんにしたビジネス考えられそうだな。甘々な親から金引っ張れそうだし。トツカヨットスクールに先越されてるぞ。甘々な親はそもそも更生施設にぶち込まない。トツカに入れる親はニートである子供を良しとしない親や。簿記より登録販売者と宅建がいいぞ。正社員は絶対に無理だからまずはバイトとして入って力つけて信用を勝ち取ってようやくだな。アパートあるなら働く必要なくね。堕落したくない。もう十分落ちてるしええやん。働き出したらわかるで。ニートの方が100倍マシだったって。そういう環境にいるならそのままニートでええんちゃうん。親より先に丸んだ方が親孝行になりそう。これはうまいな。20代やったらガチで2年くらい勉強してマーチ以上の次第行って資格取って、資格がいる公務員、例えば学校の給食センターとか目指せって言えるんやけどな。ワイも25まで高卒ニートやったからちょっとは共感するやで。高卒ごときが一緒にすんなっつーの。そういうとこやぞ。そもそも人生途中で逃げ出す激ヤマちゃんに勉強なんかできへんやろ。また逃げ出すだけだから。一致は高卒以下だろ。親が無駄に金持ってるだけ。親のすねかじりはこれだから。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。地方は移植歴なしニート29歳、面接でふんまる。面接官自己紹介を。 Y 頑張ります、ニートしてました、でも頑張りたいです。ここから記憶ない。さ、ぶっちゃけこれ以外話すことないよな。さ、面接する方もちょっとあれやな。そんな面接するか。するぞニート。自己紹介をどうぞなんて言われたことないわ。挨拶して履歴書の話から入るやろ。申し訳ないが記憶小丸は NG。 でも頑張りたいです。さ、ワイやったら勢いで雇ってしまいそう。頑張るのは当たり前やからね。特にニートはより頑張ってようやく人並みやし。語るべき過去がないからニートであることしかアピールできる点がないからしゃあない。何の仕事や。倉庫での軽作業や。余裕で受かるやろ、頑張れ。冷蔵やな。ニートしてたってマイナス情報を得る必要ある。一週間後に合否云々言ってた気がする。その場で決めてくれたらええのに。空白期間っての日本独特よな。たかだか数ヶ月空いただけでめちゃくちゃ突っ込まれる。そら丸沼で働き続けるのが当たり前やと刷り込まれてる国やし。刑務所入ってたやつかクビになったやつか調べるために前の職場に電話かけたりして調べてるらしいで。年齢なんてそもそも聞かれないからな。頑張れたらニートやってない定期。人間変わらんのや結局。バイトの面接なんて何でもいいだろ。今無職ですけどちょっと稼ぎたくてでいい。わし金欲しいねん。せやから働かしたれや。かん他のとこでもいいのでは。せやな。嘘松くせいすれだなしね。いっちガチやで。こんなん作って挑んだんや。小学生でももう少しマシな文格ぞ。論理力が皆無やんけ。根拠となるエピソードトークはどこ行った。ニートやってると思考力が鈍るんだよ。マジで小学生以下まで落ちると思う。職歴ないのに働いたことある感じ出すのくさ。結構対策してて草。バイトやろ。正社員やぞ。感情のままに破り捨てとるやんけ。すまんがニートしてましたとかはわざわざ言う必要がない。ワイはすがすがしくてええと思ってしまったわ。結局聞かれるんだから自分から言うのもあり。脈絡もなくぶっ込むのは面接以前にコミュニケーションとしてなしやん。自分の紹介しろっていう場面なんやから言うほどおかしくないやん。働けたらまっまに今まで迷惑かけた分のプレゼントあげたいわ。働けないから安泰やな。会社さん人手不足やな。猫の手でも借りたいわ。一気にニートです、頑張ります。会社さん、会社さん人手不足や。これが現実。ハロワで年がら年中募集かけてて面接の雰囲気も良かったのに、次の日に不採用って言われたのは血の気が引いたわ。ニートにもまともな仕事くれや。なんでゴミみたいな仕事しかないんだよ。むしろ普通の新卒でゴミみたいな仕事してるやつ腐るほどおるでな。そらニートなんかには回ってこんよ。ゴミみたいじゃない仕事こなせるのって話や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。